丹波で図形を重ねて合同かどうか確かめる活動をします。私個人はサートラスに登録していませんし、授業目的でもないのでデジタル教科書の画面は使えないので、今回は自作のデジタル教科書っぽいものを使います。デジタル教科書を開き、必要な画像をスクリーンショットします。キャンバに移動してコントロールまたはコマンドプラス V で貼り付け、画像を複製してトリミングして一つ一つの画像を動かせるようにします。このまま重ねても余白部分が見えなくなるので、画像を選択した状態で写真を編集をクリック、背景除去をクリック、さらに見やすくするために上ツールバーの透明度を70くらいに下げておきます。これで準備完了です。一方の四角形を移動し、ぴったり重なるかどうか確認させましょう。ぴったり重なりました。この2つの四角形は合同です。超絶簡単です。